今回はですね、これから学校に向かいたいと思います。で、学校に行ってる実際の様子もこれからね、ちょっと撮影していって、学校が今どんな感じでね、このね、コロナのね、状況で、運用してるかっていうのをね、少しお見せできればと思います。今日はね、一応日曜日なんで授業はないんですけど、とある大学生の一日ということでお見せできればと思います。では。ストップサインでもストップしていきますよ。音がついてる、ついてない。家からね、学校の距離はね、めちゃめちゃ近いんでね、ワンウィルで行くときは、毎日ワンウィルで行ってるわけじゃないけど、行けるときはワンウィルで行って、無理なときはもう普通に車で。警察が隣にいますね。ちょうどね、パトカーにもお見送りされたところでね、今回は Day of My Life ということで、学校に行くところをね、動画にしてきましたので、解説ありでお楽しみいただければと思います。さて、左側に見えるのはよくアメリカでありそうなお家。アメリカはね、基本的にアメリカのフラッグがね、すべての家に飾ってあります。みんなね、愛国心が強いんで、本当に。そして、なぜこんなね、曇ってる日を撮影日に選んでしまったのか。もう空真っ白、もう何もない、本当にね。落ち葉はちょっと散っててね、緑の芝生といい感じだけど、ここ水色のね、青空バー広がってたら綺麗だったけど、残念でした。そしてね、もうね、実は、キャンパス内入ってます。これもう学校の敷地内にいます。人誰もいません、本当にいません。本当は撮影だったらもうちょっとなんか映えそうなところを通りたいんだけど、これが今回の精一杯でございます。お許しください。僕の学校ね、もともと ID をスワイプしてライブラリに入るっていうシステムなかったんですけど、コロナから、こういうシステムができるようになりました。でね、最初に入るとこうやってパソコンがあって、全てね、予約制、使うテーブルを2時間から4時間の枠で予約して使わないといけないっていう風になりました。 I think it's called motor learning and developmentアメリカでね、教科書買うと本当に1冊100ドルから300ドル1万から4万とかするやつはすっごい高いんで、基本的に僕は教科書は一切買わないで、図書館ライブラリに行って全部ね、貸し出し無料でね、やってくれるんで、時間制限はあるんですけど、延長とかもできるんでね、基本的に買わずに僕は貸し出してもらってずっと使ってます。これめっちゃ響くやつね。で、お酒飲んでるのかって一瞬周りから疑いの目をもらうやつ。Library closed at 9, and I'm going home.
宿題やろ。いい休憩になった。見てもらったら分かるように誰もいなくて、本当にすっからかんで、まあ、休日っていうのもあるんですけど、それでもいつもはもっと人いっぱいいるし、で、ね、ここまですっかからになるとマジでもうなんか怖いっていうか、なんか学校がなんかお化け屋敷まではいかないですけど、ちょっとなんか廃校になった学校みたいな感じで、まあ、なんかこの僕が行ってるニューヨークの学校だけじゃないんですけど、他の学校とかはもうなんかオンラインだけになってインクラスで授業を受けれるっていうこと自体にね、すごいまず感謝しないといけなくて、それでもね、まず電気もついてないしね、ここ真っ暗っすよ、マジで。カメラ性能いいからめっちゃ明るく見えるけど本当に真っ暗。そしてね、ちょっと腹が減ってきた。今日朝から何も食べてない、コーラ1本で過ごしてるんで、ちょっとね、後でチキンナゲットなんか食べに行きたいと思います。それまでもうちょっと勉強します。一応ね、9時に、ライブラリー閉まるんで、そこまではちょっと勉強したいと思います。テストあるんで今週はい、頑張ります。気づいた人もね、いるかもしれないんですけど、席にそれぞれね、番号は振ってあって、最初にね、リザーブした番号の席にしか座れないルールがあって、でキャンパス内もそうなんですけど、基本室内はマスク着用っていうルールがあって、教室っていうか授業を受ける時も全員ねマスクしてるっていう、すごい異様な風景があって、本当にあそこまでアメリカ人マスクをしてなかったのに、新しいね生活にどん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 アジャストメントしていってるっていうところにね、率直にね驚いてます。正直ドナルドにドライブスルーでスパイシーチキンナゲッツっていうのが出たらしいので、結構前から出てるらしいんだけど、それをねちょっと食べたかったんで、前からすっごい見た目的にはねすっごい美味しそうで、どれぐらいスパイシーなのかわかんないんですけど、スパイシーなのでもともとそこまで好きじゃないんですけど、まあ、ちょっと好きになってきて、なんか5年ごとに人間って舌なんか好きな味が変わるっていうのを聞いて、それをちょっと信じつつあるんだけど、夜こうやってクルージングするのもマジで悪くない。このねワンビルね、マジで便利なんで、興味ある方ぜひチェックしてみてください。ちょっと高いですけど、タイラーもねめっちゃ気に入って買うらしいんで、2人で今度映像を一緒に撮りに行きます。めっちゃ多分面白い映像が撮れると思う、2人で持っていけば。なんか3種類ぐらい種類があって、もちろん段階っていうかレベルが上がれば上がるほどスピードだったり、行けるディスタンス、1回チャージしただけで、乗れるディスタンスとかもすごい変わってくるんですけど、僕のは早くても多分16マイルぐらいしか出なくて、まあ全然十分なんですけど、
一回帰ってくるともう外に出たくなくなるっていうね。スパイシーチキンナゲット食べるはずだったけどやめましたよ。 I should finish this chicken. It's gonna go bad, right? Just cook this. アメリカにね住んでる人はねマジでこの左にある韓国のねラーメン、辛いラーメン、名前忘れましたけどめちゃめちゃうまい。本当にねおすすめです。なんか麺がちゃんとしっかりしてるんで、ボックス買いしてます。僕は毎回そこにね卵を落として、でキムチをちょっと入れて最初で出来上がりのところにさらにね冷たいキムチを入れるっていうのが僕のやり方です。で今回ねチキンが余ってたんでね、チキンも焼いてちょっと細かく刻んでチキン辛いなんていうのピリ辛風チキンラーメンみたいな感じで作って食べました。これはまあねマジでおすすめの超クイックで簡単なラーメンです。アメリカ在住の人は試してみてください。めちゃめちゃうまいんで一瞬でできる。てな感じでね、今回の動画は以上になります。もうね朝の3時になりました。今ちょうど編集が終わってアフレコも終わらせてね、もうねシャワーとね服は着替えちゃったんですけど、これから動画を上げたいと思います。この動画がねよかったらいいねとチャンネル登録もお忘れなく、まあできる時にまた動画上げていきますんでよろしくお願いします。ではね、ピースアウト。But you push me away, your lifeline. Losing, ooh, losing your mind. I'm here for you, babe. I've loved you the same this whole time. So tell me, what's on your mind?